さて、今日の夜はどんな献立にするかね。ん？あれ、ちとげか。おい、ちと！痛い。おい、ちとげ、大丈夫か？ラク。お前今すげえ勢いで転んだろ。やだ。見てたの？ああ、なことよりちゃんと答えてくれ。頭とか打ってねえか？打ってない。尻餅ついちゃっただけ。そっか、ならよかった。もしかして心配してくれたわけ？するに決まってんだろ。ったくお前はこんななんもねえとこで転ぶなよな。ごめん。でも何もないところで転んだわけじゃないわよ。そこで何か踏んづけて転んじゃって。まさかお前バナナの皮踏んづけて転んだのか？そんなベタな。あんた今見たこと全部忘れなさい。出なけりゃ殴ってでも記憶消してやるから。おい落ち着けって。そんなうまく消せるわけねえだろ。最悪。今朝から何一つついてないわ。そうなのか。ついてないってどんな感じで？笑わない？ああ、もちろん。だが。じゃあ。まずね、朝起きたら、部屋の中に茶色いあれがいたの。茶色いあれ？なんだそれ。虫で、言葉にしたくもない、あの日本語で4文字のイニシャル G よ。ああ、ゴキブリな。お前、虫とかあんま苦手じゃなさそうなのにな。名前言わないで！思い出しちゃうでしょ！とにかく、それでつい悲鳴あげたら、クロードたちが即座に退治してくれたんだけど、その最中、用意してあったお弁当が床に落ちたのよ！ああ、そりゃ災難だったな。その後も小さな不幸がいろいろ続いたのよ。教科書間違えて持ってきちゃってたり、財布の中見たらすっからかんだったり。その二つは不幸っていうより間違ったお前が悪いんじゃ。それでもって極めつけが今のバナナよ。ほんとついてないわ。まああんま気にすんなよ。そんな日もあるって。適当なことを。まあんたに当たってもしょうがないけど。ん？ちとげからメールか。ラクエ。ねえ、そろそろ定期デートに行かない？別に私が行きたいわけじゃないんだけど、最近クロードがデートしないのかってうるさいのよね。それに、たまたま可愛い服も買っててさ、デートで着ていってもいいかなって思ってるのよ。かっこ、別にデートのために買ったってわけじゃないんだけどね。とにかく、そういうわけだからよろしく、ちとげ。お、クロードのやつに怪しまれてんのか。仕方がない。了解っと。はいはい、起きますよ。よし、朝食の準備すっか。
チトゲッチと一条くんって付き合い始めて結構経つよね。今もずっと仲良さそうだし、羨ましいな。ここだけの話、一条くんと付き合っててどうなの？どうなのって、まあ、うん。その、悪いやつじゃない、かな。やだ、チトゲッチっても照れてるの？かわいいな、もう。女子のここだけの話ってさ、全然ここだけの話じゃないよね。おう、確かに丸聞こえだな。なんか居心地悪いんだけど、俺ちょっと教室から出てようかな。今出てったらなんか逆に意識してるみたいじゃね。お前の存在完全にスルーされてるみたいだし、このまま聞こえないふりしてりゃいいんじゃね。それもそうか。さあ、チトゲッチってば、どこまで進んでるの？な！どこまでって、まあ、行けるところまでは行ってるわよ。あのバカ何言ってんだ！ちなみに今はね。もうそんなことまでやっちゃったの？いやー、もうさすがチトゲッチ！ということは、実はもう将来決めちゃったりしてる？ほらほら、白状してみなよ。いや、さすがにそこまでは。まだ高校1年生だし。まだ、ということは、本心は？桐崎さん、詳しく聞かせて。これ、話がとんでもない方向に行ってねえか。ちょっと待てー。あ、何よ、ラク。あ、まさかあんた、今の話聞いて。あんだけでっけえ声で言われりゃ、誰にだって聞こえるっつろ。から黙って聞いてりゃ、お前何話持ってんだ。俺らはものすごく清らかな関係だろうが。はい？清らかな関係？そうだろうが。意味がわかんないんだけど。だから行けるところまで行ってるとか、もうやっちゃったとか、将来を決めているとか。ええ、予習しとける範囲はやれる限り先までやってるわよ。え？将来ってのは進路の話よ。あれ、もしかして皆さん途中から話題変わってた？ラク、盛大な勘違いをしでかしたようだね。お、つ、か、れ、さん。あんた、一体何を間違ったの？ちょっと言ってみなさいよ。ん？いや、勘弁してください。すいませんでした。オッケー、水まき完了。だいたいこんなもんよね。おう、お疲れ。ヘビの餌やりは終わったか？お、タークンね。さっき檻の中に放り込んどいたわよ。放り込んどいたって、おい、この肉冷凍のままじゃねえか。あれ、そうだったっけ。まあ、ほっときゃそのうち溶けるでしょ。なあ、
ちとげ。何？もう2学期が始まって結構経つよな。あ？ああ、そういえばすっかり涼しくなってきたわね。日本の秋もいいもんよね。過ごしやすくて。そうだな。もう秋だ。お前が転校してきてからもう6ヶ月。飼育係も半年目か。まあ、そりゃそうなるわね。で、何が言いたいの？いや、お前半年も飼育係やってるくせに、なんでいろいろ雑なんだ？え？雑？そんなに雑かしら。雑も雑、超絶雑だっつーの。だいたい、ヘビが冷凍のまま肉なんて食うわけねえだろ。そもそもヘビってのはな、基本生き餌しか食わねえんだ。こっちこっちの氷肉なんて餌だとすら認識しねえよ。ああ、そうだっけ。次から気をつけるわよ。水も濁ったままだし、ケージの中の新聞紙も取り替えてねえし、掃除もろくにやってねえじゃねえか。いいか、脱皮時期のヘビは神経質な生き物なんだよ。ちゃんと世話してやらないとすぐ病気になっちまうんだ。ああ、そうなの。あとな、餌をやるときはただケージに放り投げればいいってもんじゃねえ。それだと全部のヘビに餌が行き渡らないかもしれないだろ。ちゃんと一匹ずつ口元まで運んでやんなきゃなんねえ。それとスキンシップもほどほどにしろよ。あんまり鱗を触りすぎるとヘビのストレスを溜めることになっちまうからな。で、他には、はいはい、わかったわかったわかりました。ったく、細かいことをごちゃごちゃと。めんどくさい男ね。めんどくさいって、お前生き物を育ててるんだから、そんくらい責任感持つのが当たり前だろ。そうかな。元が自然の生き物なんだから、あんまり手を出さない方が丈夫に育つんじゃないの？過保護に育てすぎると、あんたみたく神経質なもやしっこに育っちゃうかもしれないわよ。なわけねえだろ。だいたいヘビ一匹だけならともかく、ペンギンやらカピバラやらアライグマやらタスマニアデビルやら、誰かさんが変な生き物ばっかたくさん連れてくるせいでお世話が大変なのよ。一体どこでこんなに拾ってくるの？あんた、学校に動物園でも作る気？いや、だってお前、捨てられてるペットとか見るとかわいそうじゃねえかよ。そりゃあまあ、気持ちはわかるけどさ。でも、そのせいで私らの負担が増えるのもどうかと思うのよ。毎日100匹近い動物の面倒を見てさ。これじゃ、ろくにデートもできないし。は？デート？あ、いや、違うわよ。別にそんな、積極的にデートがしたいってわけじゃなくて。ただ、動物の世話ばっかで、ろくにデートもしてないと、クロードたちに怪しまれるかもしれないじゃない？まあ、それは確かに。ワニさんたちの檻きれいにしてきたよ。コサキちゃん、お疲れ様。サンキュー、オノデラ。悪いな、大変なとこ任せちゃって。ううん、やってみると割と楽しいから平気だよ。みんな懐いてくれてるから可愛いしね。うん、もちろんターくんも可愛いよ。ほんと、ヘビだろうがワニだろうが、コサキちゃんには懐くわね。その気になれば、ライオンやクマもいけちゃうんじゃない？サーカスの猛獣使いレベルだよな。正直本気で羨ましいぜ。さすがにそれは言い過ぎだけど。ところで一条くん、マルガリータちゃんの水槽って、ヒーター設定30度でよかったんだっけ？あ、おう。マルガリータは南米産のナイルワニだから、水温はあったかめくらいでちょうどいいな。よかった。水草と一緒に水槽の底敷きタイルも変えておいたよ。前のやつ詰めといちゃってボロボロになってたから。おお。あ、あと、ヒーターにもカバーかぶせておいたから、
かじったりすると危ないもんね。そんなことまでしてくれたのか、小野寺。勝手にやったらまずかったかな。いやいや、全然そんなことない。むしろバッチリだ。つーか、よくそんな細かいとこまで気がついたもんだな。そんな、大したことじゃないよ。ただ、ちょっと本読んで勉強してみたんだ。ほら、これ。珍種ペットの飼い方。アフリカゾウからチュパカブラまでって。わざわざ勉強してきてくれたのか？俺たちの手伝いのために？ううん、いいんだよ。私が好きでやってることだしね。さすが小作ちゃん、いい人だ。ああ、本当に。むしろ小野寺こそ飼育係に向いてるのかもしれねえな。それどういう意味？雑な仕事しかできない私はいらないってこと？ちとげちゃん。いや、そうは言ってねえけど。どうかしら。どうせなら小崎ちゃんが相方の方が良かったって顔に書いてあるわよ。それは、そんなこと思ってねえよ。これ以上小野寺には迷惑かけらんねえし、どっちかっつうと放課後はお前と一緒の方がいいしな。え？それどういうこと？ほら、お前もさっき言ってたけど、クロードやつぐみの目もあるだろ。偽物の恋人としては一緒にいた方が何かと都合がいいじゃねえか。は、ああ、そういう意味ね。はいはい。あ、なんで不機嫌そうな顔してんだよ。なんでもないわよ。っていうかね、ラク、私に言わせれば、あんたの方がよっぽど飼育係に向いてないわよ。あ、なんだって？だってあんた、これだけ熱心にお世話してるのに、全然動物に好かれないじゃん。確かに、一条くん、いつも生傷が絶えないよね。そんなことねえぞ。最近はちょっとずつこいつらとも仲良くなってきてるんだってな。そうだろ、タワ君。うわぁ、噛まれた。一条君。はぁ、やっぱあれかな、極道の息子ってのがネックなのかも。動物たちが本能的に危機感を覚えちゃうのよ、きっと。ギャング一家の娘さんがそれを言うか。私はほら、あんたとは育ちが違うもの。宿女たる気品ってものがあるじゃない？宿女たる気品？ふん、もやしにはわかんなくても、動物にはわかるもんなの。ねえ、私は立派なレディーだもんね。たーくん。ほら、見なさい。いや、お前それ懐いてるんじゃなくて、怯えてトグロ巻いちゃってるよ。こりゃ宿女の気品つうよりゴリラの化身つった方がぴったり。すでにコンクリを。ちとげちゃん、落ち着いて。ラク、ちょっとそこに直りなさい。なんだ、暴力はよくねえぞ。そんなことしないわ。だって宿女ですもの。でもいい機会だから、私とあんたどっちが飼育係のボスなのか決着をつけましょう。あくまで話し合いで。はあ、なことよりまずやりかけの仕事を。飼育係の問題に部外者が口を出すのもなんだし、私ちょっと清掃用具を片付けてくるね。小野寺、待って。こら、逃がさないわよ。そもそも私たちって同じ飼育係よね。なのに私ばっかり指図を受けるのはおかしいと思わない？あんた、私に命令できるような特別なお立場だったりするのかしら。
なるほど。確かに飼育係としてはあんたの方がちょっとだけ先輩ね。でも理由としてはまだ弱いわ。そもそもあんたはいちいち細かすぎるのよ。やれ餌の量は何グラムだ、設定温度は何度だって、そうやって上から目線で教えられるのが一番イラッとくるのよな。わかればいいのよ。それにあんたには飼育係として致命的な欠点があるわ。ズバリ動物たちに好かれてないってこと。私の方があんたよりずーっと動物たちに懐かれてるわ。こればかりは動かしがたい事実よね。そうそう、やっぱり動物に好かれてこそ飼育係のリーダー足りうるわけよ。あんた動物に好かれるために一番大事なことは何かわかる？そうそう、何より優しさが重要よ。私くらい愛情を持ってお世話すれば自然と動物にも好かれるようになるわ。じゃあ最後に確認するけど、私桐崎千棘はこの飼育係にとってどんな存在かしら。よろしい、よくぞ言ったわ。これで私こそがこの飼育係の長だと証明されたわけね。ああ、やっぱりチトゲ以外にリーダーは考えられねえ。頼りにしてるぜリーダー。うんうん、気分がいいわ。いくらでも頼ってくれて構わないわよ。よし、じゃあリーダー、手始めに亀の水槽の洗浄頼むわ。ちゃんとヌメヌメもスポンジで落としてくれよ。オッケー、まあリーダーだしどーんと任せておきなさいよ。じゃあついでに餌やりも頼もうかな。亀には魚の切り身を細切りにしてやってくれ。腹壊すといけないからちゃんとお湯に通してからな。うん、わかった、任せなさいって。チトゲを扱うのも割とちょろいな。一条くん、チトゲちゃん、お話は終わった？ありがとう小咲ちゃん、清掃用具片付けてきてくれたんだよね。うん、ついでに残った仕事も全部やっといたよ。え、小野寺が一人で？大した量じゃなかったから平気だよ。ほんとだ、全部の動物にちゃんと餌あげてるし、器やケージまできちんと洗い終わってる。しかも全部ピカピカ。心なしか動物たちも嬉しそうだ。私たちが喋ってる間にこれだけの仕事を。すごいわね小咲ちゃん。サンキュー小野寺、すげえ助かったよ。いえいえ、どういたしまして。はあ、やっぱり飼育係ナンバーワンは小咲ちゃんか。ちとげちゃん。さすがにちょっとだけ反省、私も小咲ちゃんを見習わないとね。よし、綺麗になったな。で、なんで俺は宿題をやらずに部屋の掃除なんかしてるんだ。いわゆる現実逃避というやつじゃな。うやべ、寝る時間がなくなる。グッモーニングダグ。なになに、今日は一人なの？なんだよ、悪いか？いやいや、こうやって男同士の濃厚な時間を過ごせるのは実に嬉しいぞ、親友よ。気持ち悪い言い方すんなよ。にゃっはは。つうわけで、今朝は俺とたっぷり語り合おうぜ。